420万人以上が利用しました。赤羽国土交通大臣は今日、先月27日から今月20日までに政府の観光支援事業 GoTo トラベルを利用して宿泊した人が少なくとも延べ420万人に上ったとの速報値を発表しました。マイカーなどを使った近場への旅行が中心だったとみられていて、赤羽大臣はそれなりに効果があったとの見方を示しました。